川水作ります。カリをゼロに合わせて何グラムします？うん、適当で。ゼロに合わせた。あ、合わせてます。行こう行こう行こう。もうちょい、あ、ストップ、はい、あ、もうぴったり、だり。いくら入れたの？800入れたので。じゃあ、ニカはいくら？ニカワは 80g、 水が10で、ニカワが1、10対1の割合で80のとこで。そうそう、なんだろう。あ、ちょっと減ったんじゃない？あ、いけました。いけた、いけました。なんで追加した？3時間くらい置いときます。始めるぞ。はい。2、3時間前に1対10の割合でつけておきます。つけておくと煮皮がこういう風なニュルニュルの状態になってお湯に溶けやすくなります。お水につけたラビットスキンを湯煎で溶かしていきます。はい、電熱器の上にお水を少し入れて、で直火にならないように下に雑巾か何か布を引きます。その上にうさぎちゃん、で温度は60度以下、以下60度以下。溶けたんですけど、ちょっと温度高めの方がいいんですか？ニカはぬるいのよ先生。60度ぐらい。はい、生島くん来てください。前に皮を1回目塗っていきます。
ヘラでこさないので、均等に塗らなくて、ハケだけで塗ります。でしばらく乾かします。で次裏塗るんですけど、普通にこのままベタッと置いちゃうと、下とひっついちゃうんで画鋲で貼ります。でこう表と同じように、塗っていきます。側面も塗る、塗った方がいい、布巻き込むもんな。あ、そうか。大丈夫ですか。はい、裏大丈夫です。今日の前に皮は、はい、これで終わり。先生、これまだ暑いですから中まで染み込んでしまいます。ああ、わかりました。ちっちゃくて私のブロマイド買います。1万円で3円3円